あ、よく寝たな。今日も一日頑張るぞ。フランさん、もう少し寝言をどうにかできないんですか？うるさすぎて寝つけないですよ。軍曹、諦めろ。こいつの寝言は一生治らないぞ。おとなしく寝ているはずなんだけどな。もう少し余裕ができたら部屋を個室にするか。それは明暗ですね。このままだとストレスで、持ち太郎の抜け毛が深刻化するからな。もう十分深刻ですよ。諦めないでください。諦めてはないですから。やはは。そんなことより、休憩室にジュークボックスが設置されていますよね。これすごくいいですよ。いろんな世代の名曲が収録されているから嬉しいぞ。ふふ、やはり士気を上げるためには娯楽は必須だからな。休憩中は好きなように使ってくれ。まあ休憩時間は2時間しかないですけどね。現在のスケジュールは、睡眠6時間、仕事16時間、休憩2時間でしたよね。ブラックすぎて笑った。最近文句が多いから、睡眠時間を1時間増やしたんだったな。それでも過酷な職場ですよ。仕方ない。クルーが増えて落ち着いてきたら、休憩時間を1時間増やすか。やったー。じゃあ探索隊の生き残りを探すぞ。新しい構成に到着したので期待が持てますね。持ち太郎、早速ハイパースペースジャンプの準備をしてくれ。わかりました。エネルギー充填開始します。まずは新しい構成について確認してみるか。どうやら惑星は2つしかないようですね。となると、あまり探索できる場所がないな。そうだな、前回の構成より短時間で探索が完了しそうだ。すべての構成がこれくらいだったら、エデン探索も楽だよな。その分資源も少ないので、決して楽ではないですよ。あ、そっか。とにかくくまなく探索していくぞ。あじゃあ。だ、隊長、大変ですよ。微小の有生物体がこちらに接近中です。なんだと。やばいぞ。まだシールドがないから直接全体に被害が出るぞ。軍曹、有生物体の衝突時間はあとどのくらいだ。推定で20秒後です。く、仕方ない。このセクターの探索は諦めてすぐに移動するぞ。ハイパースペースジャンプも準備はしますね。でもどうしてレーダーで前もって検知できなかったんだ。有生物体が微小だったからですよ。ある程度近づかないと高性能レーダーでも無理ですね。ち、無傷で切り抜けるのは無理そうだな。少しの損害は覚悟するか。全体に有生物体が衝突しています。今のところ警備だぞ。ハイパースペースジャンプはもう少しでエネルギー充填が完了します。よし、発進だ。ふう、なんとか回避できましたね。ちょっと冷や汗かいたぞ。全員船内にいたの学校中の幸いだったな。域船の探索に出ていたら被害は甚大でしたよ。助かったな。今後は海賊船以外にも注意せねばな。そうですね。それじゃあ、引き続き探索を頑張るぞ。隊長、無事この構成の探索が完了しましたよ。あっという間だったな。結局何もなかったので、6日くらいで完了したな。海賊船もほとんどいなかったので平和でしたね。拍子抜けしたぞ。まあ順調なのはいいことだ。惑星エデンは見つからなかったので、また他の構成に移動するか。そうだな、マップ北側の構成に次は移動する予定だ。次で3つ目の構成ですね。何があるか楽しみですよ。もしかしたらエデン探索隊の船があるかもしれないぞ。生き残りがいればいいな。はい、そうなれば仕事もはかどりますしね。仲間が増えれば休憩時間も増えるしな。ふふ、やる気が出てきたぞ。少しはホワイトな職場になりますね。ではそろそろ出発するか。構成艦の移動準備をします。目標進路決定しました。エネルギー充填完了。レッツゴー。太陽フレア接近を確認。このままだとパワーノードが損傷する可能性があります。隊長、至急このセクターから移動しましょう。おいおい、今度は太陽フレアかよ。太陽フレアってなんだ。簡単に言うと太陽面の爆発現象だ。この爆発により電力系統に核化が発生し、損傷や火災が発生する可能性がある。それはやばいな。ハイパースペースジャンプの準備を開始します。発進。隊長、今度は有生物体の接近を確認しました。なんだと。地球採掘の開始を取りやめるんだ。はい、すぐに戻るぞ。もう間もなく衝突が開始します。衝撃に備えるんだ。全体へのダメージ確認。
ダメージ軽微です。運行に運行、状況を報告しろ。トイレから火災が発生しています。く、次から次へと問題だらけだな。フランよ、消火活動を頼んだぞ。はい。持ち太郎、ハイパースペースジャンプの準備をするのだ。このセクターから移動するぞ。わかりました。長居すると船体が持たないので急ぎましょう。大丈夫です、あと5分でジャンプできますよ。よし、皆の物仕事に取り掛かれ。はい。隊長、ようやく船体の修理が終わったぞ。お、ご苦労だったな。それにしても災難でしたね。まさか太陽フレアと流星が立て続けに発生するなんて。危うくゲームオーバーだったぞ。乗り越えられたのもみんなの頑張りのおかげだな。おっと、X1 発電機の研究が終わったようだ。お、これで電力問題が少し解決するな。早速 X1 発電機を設置しますか。そのつもりだ。ただ先に次の研究をどうするか決めるぞ。どうせ決めてるんだろう。まあな。次は化学生成所にする予定だ。これで何が生成できるんですか。栽培に必要な肥料、医療物資、プラスチックなどだ。へえ、それは重要だな。特に肥料は今購入しているので節約にもなりますね。うむ、そうだな。それじゃあ X1 発電機を設置するぞ。まずはエネルギウム発電機を解体する。その後、ソーラーパネル増設と X1 発電機を設置するぞ。ひとまずそれだけあれば電力は足りますね。確か X1 発電機はエネルギーロットを消費するんだよな。そうだぞ。エネルギー生成装置で、エネルギウムから生成可能だ。エネルギウム半分で1個のロットが生成できるので、今までより断然効率がいいですね。これから何かと電力が必要なので、今のうちにエネルギウムを節約するぞ。あじゃあ。では設置完了までスキップする。とまあ、こんな感じだな。いい感じじゃん。まだまだ設置スペースがあるので、拡張も問題なさそうですね。しばらくはこれで様子を見る予定だ。万が一電力不足になるようなら増設するか。そうしましょう。それでは惑星の探索を続けるぞ。どんどん行くぞ。軍曹、フラン、集合だ。力戦の探索に出かけるぞ。隊長が行くとは珍しいな。どうかしたんですか。最近体が鈍っているから戦闘に参加しようと思ってな。久々に暴れるぞ。そういうことか。あまり無理はしないでくださいね。心配するな、ヤバくなったらお前たちを盾にする。最低な隊長ですよ。よく平気でそんなこと言えますね。横暴だぞ。黙れ、私という存在は替えがきかないんだよ。身を丁にして守るんだ。まあどうせクローラーだから楽勝だけどな。そうですね、3人なら問題ないでしょう。気をつけてくださいね。よし、到着したな。周囲の警戒を怠るなよ。入り口付近には敵はいないな。もっと中も見てみましょう。クローラー発見しました。瞬殺だったな。ふん、雑魚が。この調子で探索を続けるぞ。クローラーの気配がかなりしますね。これはいつもより多いかもしれないぞ。団体なら一斉射撃で秒殺できるな。周囲に注意しながらカッコ撃破していくか。うは、こいつハウラーだと一瞬で距離を縮められましたよ。フランよ、大丈夫か。ちょっとびっくりしたけど問題ないぞ。もう一聞いたか。移動が早すぎて近づく前の対処が難しいですね。初めて見るタイプだけど、あいつは何なんだ。浮遊タイプのエイリアンだ。触手をバネのように利用して前方に高速移動する厄介な敵だな。だ、隊長、ここは完全にエイリアンの巣ですよ。うえぇ、卵がたくさんあるぞ。まだ小規模なので、今なら全滅させるのもたやすいな。このまま奴らを駆除するぞ。まさかあの気持ち悪い巣に行くのか。当然ですよ。これ以上被害者を出さないためにも、ここで全滅させますよ。ちなみにさっきの浮遊タイプのエイリアンは、ハウラーと呼ばれているぞ。獲物を運搬するのが仕事で、無力化されると眉に入れられて巣に運ばれる。その後はどうなるかわかるよな。餌にされるのか。そういうことです。よし、エイリアンを倒しきったようだな。それでは巣を潰していきましょう。うえぇ、今晩夢に出てきそうだぞ。これで全て駆除できましたね。うむ、探索はほぼ完了したので、未確認エリアを通って帰還するぞ。あげゃ。やはり必要か。隊長、どうかしたのか。
作業フロアにこれ以上設備を設置できないので、そろそろ拡張が必要だと思ってな。確かにそうですね。あ、そういえば中央の倉庫が満タンになりそうだったぞ。それも解決した方がいいかも。それはまずいな。これは大規模拡張が必要かもしれないですね。そうだな。少しずつ拡張するのも面倒なので、全体を大幅に拡張させるか。よっしゃ、やるぞ。資材は十分あります。すぐに始めますか。うむ、海賊船も近くにいないのでちょうどいいしな。それじゃあ、完成までスキップするぞ。右翼側の作業フロアと、先頭部の拡張が完了しましたね。かなり広くなったな。そうだな、必要な設備も設置できたし上々だ。全体の規模としては中型船以上はありそうですね。ここまで来たら早く武装したいぞ。海賊船から逃げるのも疲れてきましたよね。確かにな。ではエネルギー生成装置の研究が完了したら、武装とシールドの研究をするか。やったー。いつか海賊どもをコテンパにしてやりましょう。我ら人類の威信にかけて負けられないですね。ふふ、海賊どもから身ぐるみ剥ぐぞ。といったところで、今回はここまでとするか。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとう。ありがとな。バイバイ。